はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、クラロワね、動画撮っていこうと思います。ということで、まあ、前回に引き続き、ゴブリンモードね、いろいろなんかアップデートされたようなので、ちょっとね、やっていこうかなというところですね。まあ、前回ね、2000からスタートして、2090まで来てるので、まあ、この調子でね、上げていければというところですね。まあ、宝箱を集めつつ、デイリー終わるまでゴブリンモードやっていこうかなということで、行ってみましょう。で、新しいゴブリンのカードもね、ちょっと使ってみようかと思いつつ、まだレベルがちょっと低いので、今回はまだ、使わないでおこうかなと思います。さあ、ちょっと、とっさにクロスボウに、ね、エリートバーバリアン当ててしまいましたが、ちょっとどうだったんだ、これは。あ、でも何発か殴ってくれそうなので、これはこれでありですかね。まあ、溢れる前にダイナマイトゴブリンあたりは出しておいて、お、947まで削ってる。これはかなりいいんじゃないか。お、ちょっと待って。そしたら、工場バーバリアンと一緒に突っ込んで、おっと、爆発してしまう。変なとこで爆発しちゃったな。まあ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 、オッケー。これ落とせたのはよし。まあ、マジックアーチャーでも出しといて、ゴブリンたちは、射抜いていきましょう。はい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 。さあ。これ逆サイドも攻めようか。エリーとバーバリアン出す。で、これは、まあ、ちょっとダッシュで前進しまして。はい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 。まあ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 、射抜いていって、ああ、でもなんか全然ダメージ通ってないな。ちょっと二度目の攻めは不発か、と。いう感じですね。まあもう一回立て直していこう。ただ相手はゲージが満タンまで溜まってるので、まあちょっと後ろからダイナマイトゴブリンでも出して溢れる前に。相手がなんか出してくるとゴブリン飛んできちゃうから、回転切りの人ぐらいは手札に置いておきたいかな。ファイアーボール。ちょっと、これ一緒に突っ込もうか。檻にね、どっちかが当たるぐらいであれば。あー、まあまあまあ、回転切りの人ちょっと当てて。一旦守りましょう。ちょっと、守るサイド間違えた気もするけど。まあ、プリンス、マジックアーチャーあたり出して、微妙。はい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 。おっと、マジックアーチャーやられる。まあ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 、工場バーバリアンとプリンス、一緒にね、突っ込んでもらいましょうと思ったら、降りか。はいはい、しょうがない。エリートバーバリアン追加しましょう。エリートバーバリアンと、ゴールドナイト追加して、ゴールドナイトダッシュ切りで細かいゴブリンたちを一掃。オッケー。はい。ここ最近ね、なぜか取り始めた1試合目だけスムーズに勝てるみたいなね、感じがありますが、ただね、毎回ね、この後連敗してんだよね。あ、これ開けましょう。ゴブリン、お、ステルスブッシュゲット。ってことで、次を勝つのが肝心だよと。行きましょう。さあ。まあ、一旦ロイヤルゴースト溢れないうちに出しといて。そうだね。ちょっとこれはあれか。エリーとバーバリアンでぶん殴って、そのまま突っ込みますか。まあ、ゴールドナイトも足して、突進させましょう。はい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 。あ、これは落とせる。オーケー。はい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 。逆サイド、工場バーバリアンも加えましょうか。まあ、2本目ね、降りに行くにしても、攻撃の手がね、減ればその分有利だから、これは悪くないでしょう。っていうか、まあ、諦めたか？オッケー。よしよしよし。お、今回はなんか調子がいいね。連続で勝てている。さあ、もう一発行きましょう。まあ、たまにはね、3連勝であっさり短めの動画もいいんじゃないか？ってことで、これ勝ちたいですが、どうなることやら。まあ、一旦ダイナマイトゴブリンでも出しますかと言ったら、
ね、樽が飛んできた。まあまあまあ、マジック母ちゃんも加えてちょっと射抜いていきましょう。で、これはね、ゲージ溜まるのであれば、おっと、あー、しまったまあまあまあ、でも、みんなで突っ込みましょう。オッケー。ゴブリンマシンに関しては、エリーとバーバリアンでぶち抜いてもらって、倒しきれないか。はい。そして誰もいなくなったってやつだね。そして誰もいなくなった。あれか、相手のがエネルギーないような気もするので、これ積極的に突っ込んでみようか。あー、檻か。まあただエリーとバーバリアンが、おー、ガチャン、はい、エリーとバーバリアンじゃない、工場バーバリアンが、突っ込めましたね。オッケーオッケーオッケー、落とせる落とせる、オッケー、よしよしよし。まあこれはゴールドナイトでもぶち当てておいて、樽に対しては、ダイナマイトゴブリンを当てておく。オッケー。まあでダッシュ切りで、わーっと、うーん、これ回転切りの人、まあまあまあ、ダイナマイトゴブリンがいない側に回転切りの人当てて、でこいつが爆発、うーん、ロイヤルゴーストか、ちょっとわからん。はい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 、オッケー。ここまではかなり順調だが、1700まで削られてるので油断はできないよと。あー、これどうしようかな。ちょっと待って、一旦後ろマジックアーチャー出して、あー、この辺にエリーとバーバリアンでちょっと、ミサイルの人は倒していきましょう。線まで削られたが、これ逆サイド攻めていこう。まあ、真ん中からゴールドナイトも突進させて、あとはちょっとガチャンができなかったね。まあ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 、これならでも落とせるんじゃないか。まあちょっとあれか、いつもなんかとっさに右に出しちゃって回転切りの左守るべきだろ今のはっていう。 OK、そんなこと言ってる間に、そんなこと言ってる間にね、プリンスが本体を落としてくれましたね。オッケー。まあ今回はあっさり3連勝を決められましたね。よしよしよし。で、2180と。まあデイリーの箱開けましょう。レアにもならず。さあ中身は、ワイルドカードレア10枚か。なるほどね。ワイルドカードのレアが120枚ぐらい溜まったが、あー、ステルスブッシュにね、ちょっと使うなら突っ込んでみようかと思ったけど、足りないね。これじゃあ124だから、ちょっと上がんないっすね。なるほど。ま、たまにはね、3連勝で短く終わるのもいいんじゃないかな、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。